数年前のある日、旦那の直行について義母から電話がありました。最近直行どうしたの？変なことばっかり書いているのはどうしてかしら？何かありました？ LINE に変なのが表示されるのよ。旦那のアイコンでも変わったのかな？相思相愛？相思相愛かな？何これ、ヤンキー言葉？先週からたくさん投稿してる。タイムラインなんて誰のものもチェックしないから気づかなかった。私と旦那は普段ショートメッセージでやり取りします。旦那と LINE でやり取りするのは義母との家族グループで使う時ぐらいです。旦那はおとなしい性格でやんちゃな人生とは無縁です。俺は悪いことは全てやり尽くした。今更天国に行けるなんて思ってないぜ。昔は常連だった危険な繁華街、今日で職質何回目かな。何これ、人の旦那の投稿なら笑うだけで終わりそうですが、自分の旦那だとどうした、大丈夫、何かの病気と不安になります。本当に旦那アカウントを乗っ取られたのかな。だけど読み進めてるとじわじわ込み上げてくる面白さがあるわね。ツッコミどころ満載だし、いいねスタンプを押したくなっちゃう。旦那はタバコは吸わないし、写真の紫のメガネは見たことがありません。繁華街は怖くて行ったことがないと以前話していました。 LINE を始めた頃はステータスメッセージって何、タイムラインって、どっちもメモ帳か日記みたいなものなんて言っていたのに、本当に旦那かな。旦那に確認して、うん、俺だよと明るく言われたところで反応にも困ります。家では至って普通だしな、微妙な内容だし、プライバシーに関わる気がして確認しづらい。旦那が突然変貌してしまったのはなぜなんでしょうか。そんなことを疑問に思っていると、また新たな投稿がありました。目つきが悪い、いや眼光が鋭いと言ってくれ。タバコなんか吸わないのに、しかもこれ社用車じゃ、会社に見つかったらどうすんのよ。私は大事になる前に旦那に思い切って聞いてみることにしました。旦那は SNS 音痴だから私や義母にバレてないと思っているのかも。 LINE の名前って最近変えた？え、何のこと？見慣れない漢字だったからなんて読むのかなって。変えてないよ。このまま白を切るつもりなの？ほら、これ。何これ、バグじゃない？最近 LINE の調子悪いんだよね。あ、もうこんな時間だ、会社行ってくるね。え、ちょっと、明らかにごまかされた。ますます怪しい。タイムラインの投稿を見せて追求すればよかったかも。でも旦那の動揺する姿を見て、こちらが悪いことをしているような気分になりました。そっとしておいた方がいいのかな、どう対応するのが最善なのかわからない。旦那は穏やかな性格で、出会った頃から今まで私と大きく揉めたことはありません。対外的にも頼まれると断れない、お人よしタイプ。刺激的で楽しいということはないけれど、嫌なことも起こらない。平凡だけど落ち着いた毎日に居心地の良さを感じていました。そういえば以前旦那に Facebook を勧めたことがありました。同級生や以前の知人と再会するケースもあるらしいよ。 Facebook ではおかしなこと言っていませんように。おかしな投稿は LINE だけか。巧妙な乗っ取りか、スパムなのかな。でも写真が旦那だし、あ、また LINE の名前が変わってるこれは気まぐれ、受け狙いなの。そしてまた会社の昼休みだと思われる時間に投稿がありました。ただでさえ人相悪いから、黒マスクしてると職質受けるんだよな。なんでいつも悪ぶってるんだろう。あ、お母さんだ。ともちゃんお願い、直行を病院に連れて行ってくれない。病院ですか？見てるんでしょ、直行の投稿。私の親戚にね、寝たきりになって亡くなる少し前に突然ドレスを着て外へ出たり、玄関で食事をし始めたり、奇妙な行動をする人がいたの。あの子の行動も心配で気が気でないのよ。義母の切羽詰まった様子につられて心配になってきました。でもどうやって病院に連れて行こう。考えた末、夫婦で人間ドックを予約することにしました。もう夫婦ともに44歳といい年だし、評判のいい病院があるから一度受けてみようよ。今まで会社の検診や自治体の検診しか受けたことがないし、お母さんも私たちの健康を心配してるから。わかったよ。よし、義母にもその案を話すと、ありがとう、費用は私が全部出すわと協力してくれました。私は医師にタイムラインのスクショをプリントしたものを見せました。温厚で穏やかな性格の旦那が突然このような投稿を始めたこと、義母と私の不安も一気に話しました。突然のことだと驚かれるのも無理はないですよね。でもこういうものに憧れを抱く人は多かれ少なかれいます。人目もはばからず気候を繰り返すなら病気を疑う場合もありますが、人前でそのような行動はないんですよね。二面性をきれいに演じ分けているなら多分大丈夫でしょう。でもせっかく来たので健康状態を見るつもりで MRI を取ってみましょう。そうすればお母さんにも説明できますしね。私が診察室から出ると旦那はすでに検査の準備をしていました。もう検査着に着替えてる。ん？え？入れ墨？
あれ？左腕の問診票には書いてないけど、入れ墨ですか？いえ、ペンで書いただけです。これで落としておいてください。クレンジングクリームとコットンです。すみません。旦那よ、入れ墨にも憧れているのか。検査結果が出るまで3週間かかるものの、医師の多分大丈夫の言葉に救われた私は、旦那の相変わらずの投稿を気軽な気持ちで眺めていました。俺と関わった女はみんな不幸になる。悪いことは言わねえからやめときな。最後に俺のしてやれることは、お前に嫌われてやることだ。欲しいものは値段など見ずに買う。買わないという選択肢がないのだから当然、欲しいものは必ず手に入れる。それが俺の心情だ。お母さんもお医者さんの言葉に安心したみたいね。スタンプを押す余裕がある。旦那は義母のスタンプに気づかないのか。現在進行形の黒歴史をひたすら更新中。旦那さん、健康な脳です。何の心配もありませんよ。よかったですね。じゃあどうしてあんな投稿を？まあ、人はいろんな側面がありますから。義母にも先生から受けた説明と検査結果を伝えました。ああ、よかった。安心したよ。わざわざ手間をかけてすまなかったね。ありがとね。でも直行、なんであんなことしてるんだろうね。多分趣味というか、そもそも私たちが見てるって気づいていないんでしょうね。え、あれ誰にでも見られる状態でしょ？そうなんですよ。じゃあ早く行って消してもらわないとね。いくら何かに憧れているにしてもちょっと恥ずかしいよ。でも直行さんのプライベートな部分ですし、ちょっと私からは。じゃあ私から言うわ。義母はすぐに私たち3人グループの LINE にメッセージを送信していました。直行、最近の投稿ちょっと心配よ。悩み事があるならともちゃんにも相談しなさいね。旦那から返信はありませんでしたが、その日の夜には LINE 名とステータスメッセージは元に戻され、投稿は全て消されていました。ちょっと酷かな。でも家族に気づかれずに SNS をやりたいのだとすれば、きっとこれが正解よね。その後、夫婦の間で LINE の件に触れたことはありません。いつもと変わらない穏やかな旦那のままです。旦那の私的な部分を垣間見たことで、夫婦がお互い子であることを実感しました。お互い何でも知っているという傲慢さを捨てて、相手の私的な部分を尊重することが夫婦生活を続ける上で大切なことの一つなのかもしれません。先日44歳の誕生日を迎えました。仕事も私生活も特に問題はなく、平平凡凡な毎日です。なんだかなぁ、これが幸せというものなのかもしれません。しかしこのまま枯れていく一方なのかと思うと悲しいし、焦燥感も募ります。たまには見たことないジャンルの映画を見てみよう。そう思って選んだのは任侠映画。ほう。思っていた以上にどっぷりハマってしまい、それからしばらく寝る間も惜しんで何作も見てしまいました。刺激的な世界に憧れはあっても、遠い世界の話だな。 SNS 上なら違う自分が演じられるよな。そうだ、 LINE のアイコンの名前を変えてみよう。翌日にはちょっと悪ぶった投稿もしてみます。画面に出た自分が違う人みたいで少しワクワクしました。そんな中、ある日妻が、 LINE の名前変えた？もしかしてバレてる？俺を観察するかのような妻の視線が数日続きました。気になるけど自分から聞くのはやぶへびになりかねない。しかし人間ドック後には時折鼻歌を歌ったりしてご機嫌な様子になりました。俺の健康状態がずっと不安だったのかな。しかしある日、母親から届いた LINE に驚きます。え、俺の投稿バレてるの？恥ずかしい、顔から火が出そうだ。その後も妻は徹底して何も言わないし、何にも触れません。それがありがたくもありました。夫婦の距離感をうまく守ってくれている気もします。でも一度知ってしまった小さな楽しみは忘れられません。俺は今別の SNS でこれまでのような投稿を続けています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。